来た。
知らぬ先生の美人を前にじっと見つめることしかできません。
して二人の姉を楽しませているうちに11時45分の鐘が鳴りました。シンデレラは慌ててみんなにお別れの挨拶をしてから一目散に会場を後にしました。家に帰るとシンデレラは急いで乳母を探しました。そしてお礼を言いました。あともう一つシンデレラには言わなきゃならないことがありました。明日もダンスパーティーに行きたいということです。というのも王子様が明日もぜひ来てくださいと言ってくれたからです。シンデレラがダンスパーティーのことを乳母に嬉しそうに話していた時、ちょうど二人の姉が玄関のドアをノックしました。シンデレラは走って行ってドアを開けました。遅いお帰りでございますねと目をこすって伸びをしながらあくび混じりにシンデレラは言いました。誰が見ても今起きたばかりにしか見えませんでした。でも姉たちが出かけてからシンデレラは一度も眠いと思ったことはないのですけれど、下の姉が言いました。もしあなたがダンスパーティーにいたならば一時も退屈することはなかったんでしょう。なんてね、だって綺麗なお姫様が突然現れたのよ。もう見たことないくらい美人なの。すごく礼儀正しくて私たちにオレンジとかシトロンをくれたの。シンデレラは面白くないふりをしました。でも一応お姫様の名前ってなんて言うのと聞きました。二人の姉は名前は知らないけれど王子様はそのお姫様にドキドキしていたわと言いました。王子様なら名前を知るためにこの国だって与えかねないわと、この時ばかりはシンデレラも微笑みました。それからこう言いました。とても綺麗なお姫様でしたのね。羨ましい限りですわ。私もそのお姫様が見たくなってきましたわ。ねえシャルロットお姉様、お姉様のいつも着ているあの黄色い服貸してくださいませんか。それに対して上の姉のシャルロットは甲高い声で言いました。まあそう来ると思ったわ。あなたのような薄汚い灰娘に私の服を貸せですってバカにしてるわ。シンデレラもそういう返事が来ると思っていました。逆にそう言われて嬉しかったくらいです。だってもし姉たちがお遊びで服をくれようものならシンデレラは惨めな気分でパーティーに行くことになったからです。翌日姉たちはダンスパーティーへ行きました。シンデレラも行きました。昨日のパーティーの時よりもっとおめかしして行きました。王子様はずっとシンデレラのそばにいていつも優しい言葉をささやいてくれました。あまりにも楽しかったものですからシンデレラは時間のことなんてすっかり忘れていました。今は11時くらいかなとぼんやり思っていたのです。するとどうでしょう、12時の鐘が鳴っているではありませんか。シンデレラはびっくりして飛び上がり、ウサギのようにそそくさと逃げ出さなくてはなりませんでした。王子様は一生懸命追いかけましたが、シンデレラはもう行ってしまった後でした。けれどシンデレラのガラスの靴が片方残っていました。王子様はそろっと靴を拾い上げました。シンデレラは息を切らしながら